はい、ということでした。続きましては、共生社会を作るセクシャルマイノリティ支援全国ネットワークという、組織の、代表を務めています稲田さんです。国政ですとか教育の現場に性的マイノリティの視点を入れるべく各種活動を展開なさっているんですけれども、石原都知事発言に関して具体的なアクションを都庁に対して行ったりもしてますので、その話を、していただければと思います。よろしくお願いします。はい、皆さんこんばんは。本当に座席がどんどん埋まってきてとっても嬉しいんですけれども、共生ネットという我々のグループ、共生ネットという愛称で呼んでいますけれども、このですね、チラシのお配りしたチラシの中に1枚ペラの抗議文を入れました。で、まあいろいろな文章が入っていると思いますけど、その中にですね、共生社会を作るセクシャルマイノリティ支援全国ネットワークというのが上の方に見えます。まあ、それがですね、12日ちょうど、おとといですね、呼びかけましてですね、都庁に集まりましょうと言ってですね、6名集まったんですね。で、6名でですね、まあ、会の内外6名、でですね、都庁の、総務局人権部人権施策課というんですかね、とですね、それから生活文化局、の、都市生活、部というんですかねの男女共同参画課、まあ、そういったところにですね行って、もう本当に迷路のような都庁をですね、迷いながら南に行ったり北に行ったりしながら、アリンコのようにですね、うろうろしながら、僕も行ったんですけど、エレベーターがなんかね、そうなんです、乗り換え乗り換えですね、行っちゃったとか、ちょっとね、行き過ぎちゃったりして降りたりとても大変なところだというふうに、まあ、いかにですね、我々都庁と縁がないかということなんですね。普段からいろいろ区役所とか行きますよね、みんなね。でそういうような身近なところであれば、まあ、そんなに迷うこともないと思うんですけども、本当にあそこまでたどり着くのなかなか大変だなと思いまして、外から素晴らしく見えるツインタワーの都庁なんですけど、中に入るとですね、本当に分かりづらいと、一番分かりづらかったのは都民の声かというのがありましてですね、その都民の声かというのはどうなってるかというとですね、受付の方が一人だけいらっしゃるんですね。でそこにですね、全ての都民の声がですね、あらゆる都民の声がそこに集約されてこう吸い込まれてですね、でその方だけがあちこちに行って、これは、私とまず担当の方に確認してまいりますって言って、はい、行って行って、お時間だったら帰ってきて、そう、それがどこに行って帰ってきてるのかもね、見えないんですよね。見えないです。入れてもらえないので、もうあれはね、ちょっと都民の本当に声ですね、行ってもですね、声しかですね、わかないというか、会いに行っても誰にも会えないという寂しいところなんですけど、まあ、そういったシステムなども実際にこうやって足を運んで行ってみないと、問題っていうのはどこが使いにくいのか、どこが、理不尽なのかとかですね、どこが無駄なのかっていうのも分かりませんよね。で、まあ、そういうことをですね、まあ、自分なんかも改めてこの年代になってですね、初めてやっているわけなんですね。で、まあ、共生社会を作るセクシャルマイノリティ支援全国ネットワークっていう名前はね、すごく長くてですね、なんかこう全国ネットワークみたいになってますけれども、本当にですね、その自分が政治に参加するっていうことの実態が今になるまでですね、自分は分からなかったんです。それはやはり個人の自分の悩み、さまざまな周りの家族を作ったりですね、別れたり出会ったり、そういうようなことに一生懸命でですね、前の世代に対する反発とか、親の世代に対する反発とか、そういうものをですね、全部こう消化して、なかなかですね、こう政治に参加するっていうことまでたどり着かなかったんですね。やはりでもですね、やっと、まあ、そこまで来てですね、もうこれは来たからにはですね、もう進むしかないと思いまして、まあそういうことでですね、我々都庁に要望を出してきました。でこれはですね、抗議ももちろんなんですけれども、その後はですね、どういった、要望を性的マイノリティがしたいのか、しているのかということを届けようと、で、まあ、そういう意図でですね、要望を出しました。主にどういうことを要望されたんですか？はい、主にですね、まあ、公式謝罪と撤回はもちろんのことなんですけれども、まずはですね、人権週間がありますよね。毎年人権週間というのは、はい、石原都知事発言は都庁の人権週間の期間中に行われた発言でもありました。そうなんですね、はい、でまずはですね、その人権部の方にですね、見解を、お聞きしたいというふうにお尋ねしました。
で、まあ、このお返事はですね、黙っていたら帰ってこないと思うので、まあ、何度もですね、足を運んでいかがでしょうかということで、見解がまとまるまで、発生参じようというふうに思っております。それから再発防止に向けてですね、都知事を筆頭としてですね、都の職員の方全員にもう含めてですね、当事者支援団体、まあ、我々とかですね、さまざまな支援団体ありますけれども、性自認と性指向に関するですね、人権研修をしてはいかがでしょうと、まあ、そういう提案をしてまいりました。再発防止というのは、石原都知事発言のような発言が意向人から出ることの再発防止です。そうですね、我々はですね、DVD を作っているんですけれども、はい、まあ、これはですね、横浜市 の男女共同参画センターを、の助成を受けて作ったDVD で、性的マイノリティ理解のためというものあるんですけど、まあ、これを今年、去年ですね、去年の4月にできて、もう30箇所ぐらいでですね、上映してきたんですけれども、必ず出るのはですね、ああ僕たちすっごい傷つけてたよなとか、それからもうなんか俺たちは本当にそうやってバカにしていいって思ってたけど、同性愛者って本当にいるんだよねっていうようなね、やはり本当に身近にその感じてもらえる、そういうようなですね、声をね、たくさん聞くんですね。ですから気がつかなくても、その研修ですとか講座を一回聞くだけでですね、ああいるよいるよって、そういえばあった、俺も言った、私も言っちゃったみたいな、みんなそういう声をね、正直に出していただいて、でやはり研修の効果というのはね、確実にあるので、それをまあお伝えしたいと、はい、あと皆さん、その行政の方々に実際直接会われる、あるいは議員さんにロビーングをするという活動において、はい、何を一番気をつけながら活動をなさってますか？はい、まず名刺を忘れないことこれはですね、自分は自由業でして、名刺を持たない仕事を長年してきました。で、まあ、この年になってですね、初めて何かですね、まあ、共生ネット代表と書いた名刺を作りまして、まあ、交換をすると、まあ、そういう体験をしたんですけどもですね、まあ、もちろんそれは冗談なんですけどやはりですね、一番気をつけるのは、その、まあ、ものをですね、まあ、話すときにですね、まあ、これから先が見えるような、まあ、その方たちにとっても可能なことですね、を少しずつ出していくということなんですね。全てを改善できないと思うんですね。今までも大変でしたし、これからもやはり長い時間かかると、まあ、そういうことを前提にして、できるところから、これはいかがでしょう、ではあれはいかがでしょうという感じで、ね、積み重ねていくことがね、非常に大事なんだなと。特に行政の場合は本当にみんなそれぞれのコマでですね、それぞれの、分野でしか動けないと、まあ、その大きな集大成なので、そこを理解しながら対応していくと、対話をしていくと、あとは生き生きとした姿をやはり見せるという意味で、一人で行かずですね、さまざまな方々と一緒に行くということが、一人で行くとですね、ああ、あなたみたいな方なんですねっていうふうに、ね、代表化されてしまう、それはとても困るんですね、自分にとっても困りますし、周りにとっても困ると思うんで、そうではなくて、さまざまな方と一緒にですね、行って、さまざまな声を同時に伝えると、そういうような多角的なアプローチがいいんではないかなというふうに思っています。はい、ありがとうございました。僕もその一昨日投稿したんですけども、すっごく神経が疲れましたね。短時間で相手がどういう感じの性格の人で、どういう言い方をしたらなんか通じやすいのかとか、なんかあんまり反感持たれずに伝えられるかっていう、なんかその人間をすごい洞察するっていうのを短期間でガッてやんなきゃいけないっていうのを、多分すごいフル回転してたみたいで、終わった後ドッとなんか神経が疲れました。本当にお疲れ様でした、ね、ありがとうございました。人間って大事だなと思いましたね、そういう意味では。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。ここにちょっとポスター持ってきたんですけれども、当会ではですね、ホットラインというのを、セクマイ悩み相談ホットラインというのをやっておりまして、毎週月曜日の、6時から9時まで、必ずフリーダイヤルで待機しております。それでこちらにはですね、本当にコミュニティに、まあ、つながってもですね、うまく参加できなかったとかですね、さまざまな細かい悩みというものがですね、寄せられているんですね。あと家族からの悩み、それから友人からの悩みですね、まあ、そういうようなものも寄せられていますので、皆さんですね、チラシ多分出るときにお配りすると思うんですけれども、もしニーズがあったらですね、ぜひこれを教えてあげて
いただければと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。